はギフトありがとうございます。ありがとう。携帯大丈夫かい？え、全然大丈夫じゃない。全然大丈夫じゃないんですけど、どうしたらいいかな。とりあえず予約したアップル、修理みたいな予約したけど、もう完全にロックかかっちゃってるから携帯開けないんですよね。こっちは今使ってる方は使えるから大丈夫なんですけど、そうそうなんですよ。大変なことになってますね、今私の携帯。そう、全然大丈夫じゃない。どうしよう、これで治んなかったらどうしようってなっている。こんばんは。でも LINE の通知とかいろんな通知は来るんですけど、そう、セキュリティロックアウトって言って完全かかっちゃってるから、ロックが、そう、携帯がまず使えないです。時間とかは見れるけど、携帯がそもそも使えなくなっちゃった。そう、なんか昨日の夜中に携帯落としたんですよ、ベッドの上から。そう、バンって落として、あ、これやったわと思って、音がもうさ、いつもと違う落ち方をしたから、あー、これやったなーと思って見たら結構バキバキで、画面が今そんなバキバキじゃないけど、まあバキバキなんですけど、なんかそれのせいかわかんないんだけど、あの一回なんか今日外で携帯触ってたら、電波がね、そう、電波がおかしくて、一回電波が悪かったから、あ、そう、 LINE 送れなかったの、返信できなかったから、どうしようと思って一回電源落とそうかなと思って、たけしも電源落としたら一回みたいな、そしたら変わるかもよみたいな言ったから、電源落として、でパスワード打とうとしたら、パスワードが違いますって言われて、合ってんだよ、合ってんだけど、パスワードが違いますって言われて、でも私は合ってる自信しかないから、いや、もう何十回何百回とさ打ってきてさ、違いますってことあるみたいなってなって、もう自信を持ってパスワード打ち続けたんですけど、違いますって言われた結果これです。何回も打ち続けた結果、今ですね、 Now の状態でございます。なのでもう救いようがない、何もできない携帯になっちゃった。そう、バキバキになっちゃったんだ。っていう感じです今。こんばんは。見えてんのかな。そう、前のスマホがなかったら本当に危なかったんですけど、そう、マジで危なかった。こんばんは、ゆうた、ありがとうございます。今日七夕じゃん。そう、なんか画面がバキバキだから中がずれてる説みたいな、勝手に思ってるだけだけど、いや、わかんないんですけど、そう、だからパスワード打ってるつもりでも違うとこ押されてるから、パスワードが違いますって言われるんじゃないみたいな、たけしがなんか謎なよくわかんないこと言ってたけど、わかんない。だから今日はちょっと前の携帯なので、もう今電波がね、もしかしたら悪いかもしれないので、今日はちょっと早めに終わっちゃうんですけど、ご了承ください。そう、メールもね、そう、こっちの携帯で打たないと送れないから、今日はモバメチャレンジができません、このショールームでは。残念、残念ながらできません。こんばんは。
こっちの携帯は違う、今使ってるやつは前の携帯なんですけど、こっちの今のね、こっちの携帯がもうダメなんで完全に使えなくて、もう時計見るだけ。そう、私のさ、もう本当にさ、ツイッターとかインスタ見れないの辛いんだよね。まあ見れるんだけど、こっちの携帯は家にいない、家にいたりとか Wi-Fi 繋がってないと使えないんですよ。そうだから完全にマジで本当やばい。そう、こっちの携帯は Wi-Fi 繋いでたら使えます。ただ LINE だけは使えないです。そう、 LINE だけはこっちの携帯に乗り換えた時にあの SIM カードだっけをこっちに入れてるから、あの無理ですね。でも最近携帯の通信キャリア変えたからさ、また SIM カード違うやつなんですけど。そう、こんばんは。だから最悪こっちの携帯が使えなくなったら SIM カードを抜いてこっちの携帯に入れて使えるようにする予定だけど、まあでも私は治ると信じてるのでそう、治ると信じてるので。私はこんばんは。壊れた方はいつ買ったんだっけ。壊れた方は去年の5月です。4月末かな、4月5月ぐらいに買いました。1年ぐらい経ちました。こんばんは。修理とか出すの。そう、明日ねあのアップル行くさっき予約しました。明日アップル行きます。こんばんは。そう、私の携帯本当にことごとくさやばいんだよね。この間もさ、なんかグレーアウトっていう現象があるらしくて、 iPhone かなんかわかんないけど、そうグレーアウトって言って携帯が急に開かなくなる現象があるらしくて、私それに2回なったんですけど最近でそう、急に携帯が開かなくなって開こうとするとサイレンみたいなのが鳴るっていうよくわからないやつなんですけど、それはもう対処法を覚えたので、もう直し方はわかるんですけど、怖くない？なんか急に携帯つかなくなるんだよ、電源が。そう、サイレン鳴るのやばいよね。しかも結構ガチサイレンガチサイレンが鳴るっていう。そう怖いよね。そう、ガチサイレンが鳴るんですよ。私この間もなんか4月の末にさ1回鳴ってさ、でさ、なんかこの間朝起きたらそれ鳴っててさ、もう焦ったよね。こんばんは。そう、携帯はポケモンカード入れてます。見えるかな、キリン力ポケカ入れてます。あ、こうやってやったら見えるんじゃない、キリン力。そう、この間さ鏡越しの写真をインスタにのストーリーに載せたんですけど、ポケモンカードってバレたキリン力です。かわいいやろ。マリンがくれてからずっと入れてる。あとこの下にチェキ入ってますね、ママと。ケースのホログラムっぽいのかわいい。これかわいいよね。これあれですよ、シーンだよ。これあの今日の噂のシーンです。シーンです。これ可愛くない、これ色がね、ほら変わるのよ。そう、シーン、今日のライブの
やつですね。シーン、シーインです、シーインそう、シーンは2回買い物したことある。楽しい、めちゃめちゃ安すぎて感覚くる。結局でも1万とか超えちゃうこんばんは。安いのか。これも多分200円ぐらいだったケースが。シーインです、シーイン。安いでしょ。あとね、この間の平均じゃないや、 B 面だ、 B 面の時に着てたワンピースもシーンです。あれもう1700円ぐらいだった。安くね。そう、レビューをね見たら、あ、案外いける。それでも当たり外れあるらしい、やっぱり。そう、可愛いでしょ。ワンピースかわいいよね、あれ。なんだろう、そう、なんか通知来てもわかんないんだよね、何の通知来てんのか。怖い、本当に。なんどうしちゃったの。ひどい、私の携帯だけこんなさ、かわいそう。なんか私が私がかわいそう。こんばんは。そう、通知は来るんですよ。私アップルウォッチしてるからさ、 LINE 来たとかは分かるけど LINE 見れないんだよねそう、 LINE がマジで分かんない。 LINE 来ても分からん、やばいよね。だから早く直したいんだってで、メールはどっちも見れるようになってるから、こっちの携帯でも見れるのでメールは大丈夫ただマネージャーさんからの LINE は分からないですっていう。電話も多分無理。あ、電話は携帯の電話番号だったらいけるけど、 LINE の電話だとかからない。多分かかるけど私が出れないのかな。こんばんは。そう、困るんですって。だから困り中です、今。どうしましょう。とりあえず寝よう。昨日5時まで寝れなかった5時まで寝れなかった。ずっと起きてました、寝れなかったから。もう外が明るくなってきて絶望したもん。うわー、明るいと思って。そう、明るい、なんでこんな明るいんだと思ったら5時だった。こんばんは。
そうで、なんか TikTok 見てて、なんか都市伝説みたいなの流れてきてから余計に寝れなくなった、怖くて。なんかサザエさんの都市伝説みたいなのが流れてきて、そのサザエさんの画像が怖すぎて余計に、ね、なんか目パチパチになっちゃって寝れなくなった。私が寝れなかったのはサザエさんのせい。めっちゃ怖かったよ、ドンみたいな写真、サザエさんがドアアップの。めっちゃ怖かったんだから。そう、でも TikTok を見てた自分も悪いんだよね。 TikTok ってさ、なんか終わりがないからさ、ずっと見れちゃう。それが良くないよね。都市伝説って何なんですかね。勝手に決めてんの？人が。それとも本当に本当なのかさ、勝手になんかよく分かんない人が噂立ててんの？怖くない？ギフトありがとうございます。あ、勝手に考察してるんだと。なるほどね、怖っ。やめていただきたい。ちょっとギフトありがとうございます。かわいい、やった。足がしびれてきた。もう15分経ちましたよね。45分になったら終わろう。DMM でゆずぽの青春グローイング見たよ。おお、私はまだね、その日の DMM 見てなくて、今ねライブマスターの途中まで見てました。ライブマスターの 2A ダッシュ、違う、 2A かな、違うな、 2A ダッシュだ、 2A ダッシュ、 2A かな、 2A ダッシュか 2A か分かんないけど、そこら辺まで見てました。確かに細かい。こんばんは。ニエダッシュは微妙だな。ニエがどこまでか分かんないけど。もうかなない、落ち込んでる日々を励ましてくれる。窮屈な毎日だったら癒し、窮屈な毎日だったら癒したいよまで見ました。それ、ここってなん、どこなんでしょうね。ニエかな、ニエダッシュかなっていう。そこまで見ました。だからまだ見始めてから全然経ってない。そうだし、なんかアカウントがさ、なんかチームSかなんかのアカウントだからさ、なんか誰かが見てるとさ、そのアカウントでね、なんか同時視聴みたいな画面になるんよ。そう、昨日もさ見てたらさ、誰かが多分見てたんだろうね。
同時視聴ログイン出てきた。同時視聴あるの。そうあるんですよ同時視聴あるのよ。そう共有アカウントなんですよね。チームで多分違うはずなんですけど。こんばんは。でも個人ごとでもいいと思うんですけど、個人ごとだとパスワードとかさ、めんどくさくない？自分で管理しないといけないのめんどくさい。いざとなったら聞けるじゃん。知らんけど。こんばんは。パスワード考えるのってめんどいよ。めんどくさい。一番嫌いかも。それはちょっと思ったな。15番目ぐらいに嫌いかもしれない。18番目は、え、絶対こういうコメント来ると思った。18番目に嫌いなことなんだろうな。あーなんか家とか事務所とかレッスン、まあ劇場とかで自分が取ったティッシュとかが最後だった時、あ変えなきゃってなる。すごく嫌だ。そうだからすっごいタイミング見計らうもん。いつも自分が最後にならないようにしてる。変えるのめんどくさいからね。嫌いですえ、18っぽくない?18番目っぽいでしょ。うまくない私こんばんは。嫌いですね。そう別になんかやり別にやりたくないわけじゃないんだけど、めんどくさくないめんどくさくない。すっごいめんどくさくない。麦茶とか最後になりそうなの少しだけ飲んで最後にしないタイプ。え、もうそんな中途半端な量だったら飲まない。多分我慢しちゃう。そう、そこまで飲みたいと思わせないようにする。自分がもう洗脳、私は飲みたくないって思わせたら勝ちじゃない何言ってんの。
そう、私は絶対に買えないんで。もうちょっとだよ、もうちょっと45分だった。早っ。 DMM 見たらお風呂に入ります。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。また寝落ちするやつなのでは。え、でも今日はワンチャン寝落ちするかも。今日6時間ぐらいしか寝てないから。だってさ、ここ最近のさ12時間睡眠とかに比べたらさ、たったの6時間で半分しか寝てないからさ、ワンチャン寝てるかもしれない。こんばんは。この辺で寝てるかも。そう考えれば半分でしょ。違う、12時間じゃない、14時間ぐらいか。違う、12時間か。12時間だ。14時間はさすがに寝すぎだ。12時間だ。そう、明日はリハですね。リハレッスン、リハですね。リハで明後日公演でしょ。やばいじゃん。明日はでも公演のリハなんで、そんなに大丈夫。劇場公演のリハーサルなので大丈夫です。うん、45分。じゃあそろそろ今日は終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。また明日。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。またね。